今日は8月11日金曜日、海の日で、今日からですね、私は夏休みに入りました。10連休ですね。朝顔です。見てください、これついに花が咲きました。真っ白い花ですね。これはですね、絞り染めじゃないですね。絞り染めっていう種を買ったんですけれども、最初に咲いたのは普通の白い朝顔です。これ去年まで咲いてた朝顔なんで、新しい種の朝顔ではないです。記念すべき1個目でもですね、見てください、これもう高いやつはですね、ここまで行っちゃってますね。ずっと来た。そっちだ、そっちだ、それ髪の毛、これを見てください。これはですね、この太陽の光のところで見ると、ほら、こんなに茶色いですね。これは家の中の蛍光灯の明かりとですね、だいぶ違います。どっか行くの？あ、そういうこと？ということで、ちょっとまた戻ってきましたけど、これ上まで行ってんのにですね、なかなか花が咲かなかったですね。ようやく1個咲きましたけどね、もっと早く咲いてほしいな。この裏にですね、これ見えない、こいつですね、これはひまわりです。ひまわりも成長してますけど、なんかまだ全然花が咲くような雰囲気ではないですね。この朝顔はですね、一面絞り染めの花が咲いたら綺麗だと思いますけど、早くそういうシーンを見たいですね。見てください、少年がここにいますけど、このパキラもですね、見てください、これこんなにでかくなって身長倍になっちゃいましたね。パキラすごいですね。なんか撮りますか？撮りますね。物置の鍵がなくなったんですか？物置の鍵がなくなっちゃった、それやばいよ。物置にはですね、メリダとか入ってますんで、